はい、こんにちは。マカリ新都心店モアナでございます。今日はですね、今流行りのソロキャンプ、あと焚き火にぴったりの商品をご紹介したいなと思います。強力な取引先さんとちょっと商談がありますので、ちょっと見ていきましょう。僕が本当に今年一番お世話になるかもしれない、てかもうすでにお世話になってるんですけども、こちらこそいつもお世話になります。お二人、株式会社同志社、ドドン、ミスター長嶋さんとピッチャー遠山さん、大事な商談をしたいなと思います。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。あの、今日ソロ、さっきも言ったんですけど、焚き火だったりソロキャンプだったりとか、あのすごい盛り上がってるところに今あの力を注いでいただいている同志社さんの商品もちょっと紹介していきたいなと思います。今回今お世話になっているのはこの辺のスパイス関係ですね。あと下段のマシュマロですね。あとクラッカーと、この辺も全てお世話になってますね。特にちょっと今回あのおすすめしたいのが、一緒に去年から作っていった商品っていうのがありますので、ちょっとそこのご説明したいなと。ちょっと場所を変えますね。同志社さんとは1年ぐらい前から商品開発してきたんですけど、ちょっとあの回想シーンじゃないですけど、再現して小芝居をしたいと思います。1個2021年どうしても売りたいものがあって、ここ今シーンとしては2020年なんですけど、堀西、はい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 、大ヒットで、僕ら仕事で一緒にさせてもらってるのは、まあうちの会社の食べ物に関してちょっともうちょっと突き抜けたいなっていうのがあるんですけど、堀西に調味料、皆さんご存知のアウトドアスペースになんとか勝たなくてもいいんで乗っかりたいっていうので、ちょっと調味料を考えてるんですけども、っていうので、実際ちょっと作ってみました。これまあ前回 YouTube でも紹介されたんですけど、マカリスパイス、名前出せないんですけど、超有名なスパイス屋さんというんですかね。そうですね、うん、に協力いただいて作ったやつを同志社さんから入れさせていただいて、料理出して、これです、これで、これはですね、渡辺さんの思いの詰まったそうそうそう初め本当にね、乗っかりたいだけ、まず乗っかったらと思ったんですけど、はいはいはい、作ってるうちに、なんか俺、考え方間違ってるなと思って、超えていかないと意味がねえだというところで試行錯誤を重ねました。調味料とかアウトドアスパイスって結局味覚がどう反応するかだけで、例えばですけど、普通の調味料があって辛みを感じるものを調合すると、まあ、いわゆるスパイスってなるんですけど、じゃあその辛みとかって何なのっていうと、あの痛みなんですって。結局舌がどう感じるかだけで、辛みは実は痛み。それを大体の食品っていうのは、化学調味料ですか、要はそういう錯覚を、うん、辛、痛いとか苦とかを起こさせるようなものを混ぜていくらしいんですけど、まあ、こだわったのは天然由来のもんで、それがどうにかできないというところで、こういうものを作ったんですけど、結局とかこだわったのは化学調味料なしでなんとかできないかなってやっていくと、結局のところ旨味に変わったっていう、うん、まあ、正解なのかなっていうところです。キャンプもちょっとこだわって、あの出ないとか風で飛んじゃうっていうことがあるので、ちょっと大きめの、まあ多分他になかなかない、あんまりないですよね。ないないですね、このでっかいの、うん、これを作ってて並行して同志社さんと進めてたのがこれですね、塩シリーズ。スパイスって砕いていくと、最終的にはさっき言ったみたいに調味料が残るんですね。で、調味料でじゃあ一番ドストレートって何なんだろう、でなおかつ天然由来のもので考えた時に、僕らも結構試食を重ねたんですけど、結構塩じゃないのっていう話になったのがこれ。これ塩あれですよね、うん、渡辺さんもなんかプライベートで気に入ってもらって、そうそうそう、料理して特にソロキャンプだったりとか、あの 自分で推しって完結するときに塩に行き着くパターンが多いんじゃないかなって思うんです。で、例えば野菜にもあって、肉にもあって、魚にもあって、刺身にもあって、いわゆる万能スパイスって実は塩じゃねえのっていうので、この塩を惚れ込んだ。これってシーソルト、ロックソルト、混合っていう、
そうそうそう、ちょっと詳しくはうちの、はい、ピッチャーがちょっと今日カンニングペーパー作ってきたんでそうですね、これこの野の城の仕様の方は岩塩と海塩2種類の塩が入ってまして、その塩をバランスよく混ぜた商品となっております。シャレなキャンプやって、そのキャンプでいい食材持っていくけど卓上の塩しかない、もしくはガリ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 っていう岩塩しかなくて、岩塩だと普通の海塩よりもちょっとミネラル分が少ないようなちょっと浅い味なっちゃうんですよ。で、海塩だけだと今度タンパク質を固まらすっていうか凝固される作用がまあ強くあるので、長時間さらしてると肉が硬くなったりするんですけど、そこをうまくミックスしてるんで、要は塩と塩のミックスしたスパイスみたいな、そうですね、そうですね、いう感じになってます。よくね、食卓地を持ってかれる人いると思うんですけど、よくある、見てもらったら分かりますけど、化学調味料入ってますので、2番目に書かれてますので、そういったものが一切ない、なので非常に美味しい。味付けはどうするの、かっこよく、いや俺塩、塩派、塩だけでいくよってなってるんですけど、正直限界あるずっと塩だと無理なんで、こいつをベースにちょっとずつ足していって、なおかつナチュラルで仕上げたっていうのがこの2つ。塩派の人が本当に最後まで塩にこだわって食べていただきたいシリーズ。富山さん、ちょっとこれ、この辺ですか。そうですね、はい、こちらがガーリックハーブミックスなんですけれども、数種類のハーブに加えてミョウガを隠し味に使ってるんで、ミョウガ、ミョウガなんですよ、隠し味ですね、はい、独自ブレンドのハーブのミックスになってます。散々食べたんですけど、ちょっと食べてみましょう。あ、わかります、ミョウガいますね。若干この1よりは塩角がちょっとなくなって、大きさもあるんでしょうけど、ちょっと粒が丸みが、3つ目になると急にこう、またそうですね、3つ目の方がキノコの風味が強い商品になっておりまして、うん、隠し味に黒ニンニクを使っております。卵料理とかに使っていただくと非常に美味しくいただく、召し上がっていただけると思います。これまた同じ塩なんですけど、まあ、これもう僕らで意図として作ったんですけど、全然粒子の細かさが違うので、ちょっとこれも食べ比べで、なんか調味料っていうか一つの料理みたいな味がしますね。オムレツとか作ったら、あ、確かに抜群にうまいですね。これだけでソロキャンプだったりとかおうちキャンプ、これでいいと思うんですよね、食材がしっかりしてて。ただ日本人って米食べたいじゃないですか。実はキャンプでご飯炊くのって日本人の文化らしいんですよ。キャンプでカレー例えば食べるとかっていうのは日本人独特らしいんで、そこにもちょっと今回アプローチしたのがこれですね。これは長嶋さんから、はい、ハッシュタグソロイーツ、さっきのネーミング俺なんですよ。こっちのネーミングほぼ長嶋さんからのご利用しで、もともと箱、普通の箱だったんですよね。普通の箱だったんですよ、これ。で、この箱なんですけど、そもそもの始まりがメスティン専用のなんか食い物できねえかなっていうところが始まってて、メスティン専用ってどうやったらできるかって僕ら考えまして、あの無茶ぶりが始まったってことですよね単純に入ったら専用じゃないの、みんな大好きなぴったんこ、紙フィット、これ専用でしょっていう話で、中身そっちのけで入れ物作ってた感が最終的にはありましたで、ただ中身なんですけど、金目鯛が入ってる仕込みご飯を作ってるところがありますよね。もともとね、お土産用で作ってるっていうね、もともとお土産物屋さんとかの業界さんの製造メーカーさんはやっぱりコロナの影響でお客さんが来ないので売り上げがどうしても減ってしまって、うん、それをうまいこと調子がよかったアウトドアに組み込めないかなっていうアプローチをしていただいて作ってくれるぞというところでこれが生まれました。ちょうどね、ここの社長もアウトドアが好きだったので、ああ、そうなんですか。そうです、
それは面白いっていうところでね、これちょっと今からちょっと作ってみたいと思います。当然制作サイドが作るわけですから失敗許されない。これ作ってみます。小山さん、これ、はい、これ食べたことないですよね。食べたことないです。じゃあこのソロイツってみます。ソロキャンプって余計なも持っていったらあれなんで、もうあるもので、最小限でどこまでいけるのか。ダダン、これ何ですか。金目です。金目だ、間違いなく、はい、外でも贅沢な気分が味わえる金目鯛ですね。これですね。ここにまあ作り方書いてあるんで、これちょっとこれ通りやってみましょう。これメスティン、ただご飯炊くだけで、まあ大体の使うんですけど、でその後どうすんのみたいな、ただの白飯だとちょっと寂しいので、はい、初めからこういうの入ってますね。でこちらに水を入れます。丸い2つのポッチまで。なんかうち娘いるんですけど、最近こういう作業めちゃくちゃ多いですね。なんか実験系で作ってるみたいな。はいはいはい。でこれに火を入れます。で金目、これ金目どこさん作ってるメーカーさんは伊豆半島のメーカーさんなんですけど、まあその時期によって取れない時もあるんで、一応国産という形で。なるほど。はい、蓋してもらいます。で蓋をします。わっ、おおまだ早い。めっちゃいい匂いする。イエス、おお当てもんみたいだけど。ほらピッチャー、こういう匂いはめっちゃいい匂いっす。めっちゃお腹空きますこれ。あー、いい匂いだわ。火加減バッチリでしたね。バッチリですね。よかった。いい感じで出来上がってます。うまい。うまいっす。香りいいですね。これが本当に。金目鯛がすごい。金目鯛ご飯を日常で作ることないですもんね。そうそう、ちょっと富山君食べて。はい。めっちゃ出汁効いてますね。めっちゃうまいっすね。ありがとうございます。ちょっと俺もそういうのもっとうまく食レポしたい。そうですね、めっちゃうまいですね。はい、というわけで、今回は、ソロキャンプ焚き火にぴったりな丸い必勝アイテムご紹介しました。チャンネル登録といいねお願いします。お願いします。お願いします。One, two, three, four. Why would you look outside yourself?